ご無礼ながら雪村様の生き方は理解いたしかねます。モノノフの魂を残して何になるのか。家は朽ちることもある、耐えることもある。だが鮮烈な魂はいつまでも人々の心に残る。もしかしたら雪村の魂は私たちが残すものより長く生き続けるかもしれない。やはりご兄弟でございますね。理解されている分打つのはおつらいことでしょう。いや、弟を打つことにためらいはない。真田幸村は誇れる弟であり一番の強敵だ。気をつけるがいい。そんな体ではきっと返り討ちに遭う。ご忠告痛み入ります。ですが私もここは引けません。伊達家のために死ぬことこそこの小十郎の魂なのでございます。